後ろ手放すと、まあ、バッターの方が球種が減るというお話をさせていただきましたね。はい、だからどっちを富谷君で待っているか、はい、どっちを攻撃したいのか、打つのか、そこを打ち切れないのかというところになりますけどね。もう一度整理するとチェンジアップが消えるということですよね。はい、はい、まあ、今の見逃し方だとちょっとインサイドを待ってなさそうですね。本当にね、どっちかに絞らないとなかなか難しいピッチャーなので、僕がバッターならとことんシュートというふうに思っていると思って、
素晴らしかったなと思います。はい、ある意味ね、開き直りっていう部分がね、バッターには必要ですよね。はい、その分です。この瞬間にガッツポーズが生まれましたね。タイガースが甲子園でジャイアンツに3連戦3連勝。まあ、これをもって代打の神様襲名と呼びたがる役も当然多いと思うんですが、ただ引山さん、それは瀬戸選手が果たして俺は代打の神様なのかと、レギュラーまだまだ攻めていくんだというね、もうないと思うんですよね。そうですね、その気持ちはすごく大事だと思いますし、どちらにしても今後のキリンコレクトリー、そして甲子園のタイガースの皆さん、お待たせしました。ヒーローインタビューは関本選手です。
このカードからやっぱり1点が重くなり始めてますからね。そうですね、やっぱり調子良かったですからね。はい、一方大竹も良かったです。今日はシュートではなくスライダー多めという、山さん完全に阪神タイガースは裏を書かれてますね。そうですね、大竹投手本当に今日は良かったですね。はい、で工藤さんのおっしゃるこの進塁打の精神、うーん、こういう気持ちがあるからやっぱり強いんですよね。はい、クリアスチョイスを誘って井戸のある2セーフラン、うん、今回の先制のシーンです。先に点を取ったのは阪神でした。しかし6回今年加わったジャイアンツの新戦力はやはり分厚い1枚でした。まず長野が出ます。センターはヒットで出塁、すると2番の片岡、右打ちがあるのかなというところを思いっきり引っ張ります。今日も一時引っ張ってますよね。そうですね、まあそうするとインサイドに来るだろうと話したいから、また勝てないためにという読みですよね。まあ、それでリギュラーを張っていた片岡の、はい、素晴らしい同点タイムリーツーベース、そしてその後榎田大竹踏ん張り合い、時には坂本を歩かせてというシーンがありました、ね。そしてワンアウトを取ったところで福原に代わるというシーンがありました。失礼しました、途中、イニングの頭ですね、福原に代わって、はい、さらに大スーパンが9回。そうですね、今日の大スーパンはいかがでしたか。いや、いいじゃんって言ったのかな。なんか打たれてるっていうイメージがあったんですけど、そんなことないじゃないですか。あとこれですよね、そうですね、福留がこのくらい、これも打点1つけてあげたいぐらいですね。はい、9回の裏、久保さんがしびれたら、で力の勝負。こういう勝負は僕大好きですね。そうですか。はい、ねえ、マッソン対ゴメスの力勝負、ゴメスの勝ち。そこから大きなチャンスに膨らんで、さあさよならかというタイガース。福留に代わって代打、代をこの山口にぶつけました。平山さん、どんなバッティングですか。もう少し思い切りが欲しかったかなというバッティングですよね。はい、今後ね、挽回のチャンスはきっと来ると思います。さらに10回にもタイガース、今度は安藤が三者凡退に抑えるという力で、小林工藤さん、リリーフ陣が皆3人で振ったというのが大きかったですね。いや、ナイスピッチングでしたよ、今日はもう本当。ピッチャーで勝ったと言ってあげて、打ってみるわけですね。そして、お二人とも気持ちで打ったという俊輔のね、ツーベース。結局、これがサヨナラランナーとなった俊輔がね、今日の影のヒーローにしたわけですが、決めたのは必死のパッチでした。しっかり揃って初球から行けるところに、関本の強さ、そしてヒーローとなった原因がある。この本人も檜山さん、私から言ってましたね、何でもいいから行ったらと思ってた。そうなんですよね、本当にお手を手の、ね、状態だったんでね、こういう時にね、1球目から振れるかどうかっていうところですよね。チキさん、はい、先発で中選手の話を聞いてきました。今日はこれでダメならファームと開き直っていったそうですね。はい、フォームを以前の形に戻して原点に帰っていこうという気持ちだったようです。これまで中継ぎで迷惑をかけてきたから、もっともっと長いイニング投げられるように続けていきたいと笑顔で話してくれました。はい、田田由紀アナウンサーが伝えてくれました。今日は7回をしっかり投げてジャイアンツを1失点に抑えた。おとといメッセンジャーも1失点、昨日の近江完封、今日榎田1失点。やはりタイガースのジャイアンツに対する際の抜き方、そしてピッチャーの実力、これを工藤さん、ジャイアンツベンチも今年は厄介だなと思った試合になったでしょうね。そうですね、もう本当にね、バッターも調子を返したら止まらなくなりますし、ピッチャーで競り合っても負けるのかという形になると、じゃあどうやったら勝てるのかっていうのを今度はジャイアンツが考えなきゃいけなくなるということになりますんでね。はい、放送席改めてご紹介いたします。工藤公康さんと檜山慎二郎さんの2人でお送りしてまいりましたが、檜山さん、やっぱり伝統の一戦は今年もこういうもつれる、ね、素晴らしい試合を見せてくれそうですね。そうですね、すごくいい緊張感の下でね、野球をさせてもらってる選手たちというのはすごく、いいですね。はい、逆に工藤さん、ジャイアンツとしては、ね、今日は何を次に考えていけばいいんですかね。いや、今日はやっぱりね、榎田投手であったり、阪神のリリーフ陣が非常に良かった、ね、やっぱりいい時ってやっぱ打てないんですよ、はい、それはしっかりと割り切ってやらなきゃいけない、まあ、そんな中で、やっぱり今、阪神ができているのは、やっぱりランナーをどうやって進めるかっていうのができて、ジャイアンツもできたはずなんですよ、はい、それを今度は自分たちが相手を見て、我が身を振り返る。
また変わってくると思いますよね。はい、まあ、下馬評では檜山さんね、ジャイアンツはやはり今年も強いのかということでスタートしたセリーグでしたが、はい、まあ、あのいい意味でも混戦となってくれた方がファンは嬉しいんで、そうですよね、本当にね、いろんな意味で実力も今の状態ではすごく発揮しますしね、この状態がね、夏の過ぎまでずっと続けばね、プロ野球盛り上がっていくんでね、はい、本当にこの2チームだけではなくてね、他の4チームも、すごく盛り上げていってもらいたいなと思います。そうですね、まあ、今日はヒーローは関本でしたが、影のヒーローがたくさんいるような、そんな一点が重い緊迫したゲームになりました。今日の解説は工藤公康さん、そして檜山慎二郎さんのお二方でお送りしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は ABC の慎二郎でお送りしてまいりました。しかしまだシーズンは始まったばかり。タイガースがジャイアンツに3連戦3連勝、トータル5連勝で2位に浮上した甲子園球場、伝統の一戦に今年も乞うご期待です。